皆さん、こんにちは。鉄道調査員、クルフォードです。前回の JR 府の線、鹿内駅動画の続きといたしまして、えー、紹介する時間が持てなかった、えー、鹿内駅の駅ノート編、やっていきたいと思います。えー、助手は、同じく、えー、いつも通りの、マントくんと、キリサメマリサと一緒にお送りしていきます。では、ナンバーワンの方から、みんなで一緒に見ていきましょう。 JR 北海道フラン線、鹿内駅 F43、駅ノートナンバー1。前のノートが残念な状態です。ノートを置くかどうか迷いましたが、こんなにいい景色の意見なので、思い出のノートになるように願っています。やはり、落書きがひどかったり、破れたりしてしまったんでしょうかね。ジョニーさんという方が作ってくれた。ありがとうございます。<え>こんなところに駅が、失礼。晴れていれば、都会社の山々が綺麗に見えて、 いい景色が広がっているんでしょうね、残念。マイページのあかねさんのイラスト、鹿の目がとっても可愛いです。これから北上します。っていうね、これ素敵なイラスト書いてあったのに破られて持ってかれちゃったんですね。駅ノートをめ設置させてもらってから初めて来ました。皆さんに大切に使ってもらうことを祈ってます、ジョニーさん。ね。あの、ジョニーさんの心意気考えても、やっぱりノートは大事に使ってほしいものです。大海明日香さんっていうね、可愛いイラスト書いてらっしゃる方もね、来られてたんですね。 あと、海外から来られている方もいたりとか、駅からの景色にとても感動した、最高だ、しかうち、KK さん。62歳と57歳、写真旅行で来ました。線に囲まれ、身もこ、心も身も、リフレッシュ。 しています。北海道の皆さん、和やかで優しいですね。どこを切り取っても絵になるところで感動しています。もうしばらく主人と二人楽しませてもらいますと。お花大好き。千葉県船橋 ME さん。やっぱりね、5年配の方も来られてるみたいですね。熟年夫婦です。こ夕方を降り立った時の駅びっくりしました。台線中の駅、ペンションまで一直線素敵な道です。また来てみたいと思います。愛知県 N さん。 大阪からほフラの楽しみに来ました。広大さんに感動です。景色も食事もホテルの最高。昨日行った五郎の家も嬉しかった。ありがとう。また子供を連れてきます。大阪 T さん。五郎の家っていうのはフラの舞台に撮影されたドラマ『北の国から』に出てきた <laughs>、えー、田中君さんが演じてたねあのお父さん。 がですね、こう、丸太とか石とか廃材とか、いろいろなものをね、こう、アイデア駆使して、家作っていくんですよね。そのロケで作られた家が、えー、フラノの6号っていうところに保存されておりまして、今でも見学することができます。同じフラノ線内の無人駅でも叱う地は西中駅とは全く対極的だ。西中駅の近辺はセイコーマート、 パチンコ大営、ショッピングセンター、あ、これはね、ベストムってお店があるんですよね。そして温泉宿泊施設、ラテールがあって、むしろフラの、中フラン町の中心街よりも活気があるに対し、鹿内駅はまもなくで、ま、まさしく田園風景のど真ん中にある。天気が良ければトカチレンン、十勝連山。あの、向こう側の山々なんですよね。夕張山系などの素晴らしい景色が楽しめる穴場的な存在だろう。 また、静かなひと時を過ごすにはもってこいの駅だ。あやめゆういちさん。今日は、ふれあいセンター中回る中の町農村海峡改善センター落成記念。なんと、戦場カメラマンの渡辺洋一さんが来てくれたんですね、これ。命のありがたさの講演会が、PM6 時からあった。有名人の講演会はなかなか聞くチャンスがなく、大変貴重なことだと思うのだ。 中村町役場の隣の施設で開催されるので大変楽しみなのだへえあの渡辺一さんのお話が聞けたなんてねすごい貴重な体験ですよねバイクツーリング中に立ち寄りました今度は鉄できます JR 乗ってくるということですねやっぱりノートがボロボロで残念だということで大宮明香さんのこの人の描くね駅とあの女の子を合わせたイラスト私もね可愛くて好きなんですよ 大阪から来てくれたんです、ね、だやっぱジョニーさんも通ってきてくれてるんですね富良野に一泊してきたって埼玉から千葉県民から愛媛もう全国からこの駅見に来てくれてるんですね可愛いいウサギと犬が描かれています いい駅ですね。持って便数が増えればいいな。飲み会の時利用しています。いいですね。飲んだら、運転しちゃいけません。ね。乗るんだら、ね、飲飲んだら、乗るな。えー、乗るなら飲むな。でも、飲んだら JR は乗っていいんですよ。これ、大事です。さすがに、最終列車が19時台では、あのー、ね。 これから飲み会が盛り上がるってところで使えないよっていうツッコミがあるかもしれませんけれど。あの、旭川から富良野に帰ってくる便は比較的多く設定されてますので夜遅くなっても。ぜひね、使っていただけれたらといいと思います。綺麗な景色に囲まれた駅で僕らは途方に暮れていた。ビエに行くべきだったのにここしか打ちで気づき当てて降りた。 僕らはただただ線路の先を見続けるしかなかった早稲田大学2015年9月9日美瑛に向かう途中でこの駅では当てて降りたその学生さんたちが見ていた視点というのは、ね、この先でずっとこの線路まっすぐついているのを見ていくしかなかったってことなんですよ、ね、どんな気持ちだったんでしょう早稲田大学があるなんていうところはかなり賑やかで こことは全く違う景色でしょうからね。こう、すごい日日常を味わって帰、えー、来たんでしょうね。パンがあった。鹿にあげようかなと、旭川から。あえっと、すいません。気持ちはとてもいいと思うんですけど、これ、要注意です。えー、野生の動物に、えー、人間の食べている食べ物をあげると、 えー、彼らに、彼らが可愛い、見てて可愛くて、なんかお腹空いてんだろうなと思って、あげたいって気持ちは、あったかいと思うんですけど、えー、野生の動物に人間の食べ物をあげると、かえって害になってしまいます。えー、味が濃かったりとか、こう、健康を害してしまう可能性があったり、あるいは、味の濃い、その人間の作った味のものを覚えてしまうと、今度は人里に降りてきて、えー、人間の食べ物を荒らしてしまうだとかね。あ畑とか荒らしちゃったりとか、 こう、いろんな問題が発生してしまうんですよ。あの、キツネとかタヌキとかウサギとかでもそうです。あの、おせんべいとかチョコレートとかあげないようにしてあげてほしいんですよ。彼らは自分たちでえ厳しい姿勢の中、こう、自然にあるものを食べていかないといけないので、人間のお菓子とかはあげちゃいけないっていうことをえ忘れないようにしてあげてください。あと、鹿っていうのも、 あの、クマとかに比べたら大人しいかもしれないんですけど、えー、かなり体重があります。数百キロ。えー、車にぶつかって、えー、ドライバーが亡くなるという悲惨な事故も起きましたし、えー、過去に、えー、人間を襲って死なせてしまった事故もあったそうなので、えー、もし鹿が近づいてきても、こう、むやみに餌をあげようとしたりとか、近づきすぎないようにしてください。えー 札幌から来て昔の地元、よくこの駅を使っていた47歳の方とかね。地元の高校生、友達のわがままでここに乗車することになりました。改めて自然の雄大さに気づかされた。いつまでもこの景観が残ってほしいです。長春馬鹿受けだ。16歳男。いいですね。全国からいろんな方が見に来てくれたんだ。お あの人がいる。鹿内駅訪問。駅舎の中がラベンダーの香りがして気に入りました。座布団も紫だし。さてと、鹿内に行くかー札幌市南区杉川のハゲ。中村のから鹿内に来ました外川文夫。<laughs> 外川さんいつも書き込み楽しみしてます。えー、ひょヒョン、ヒョニーソンイさん。 ハングルなんで韓国人の方なんでしょうかね。お獅子打っていう名字の方が来てくれた。埼玉県から。獅子ち秀美、とし子。え、えー、しのさんかなねこの、鹿打ちのこの駅周辺の鹿ち農場を所有していた獅子ち豊太郎さんと同じ名字。まさにミラクル。<laughs> ノートを大事にしましょう。ナンバー2。さあ、どんどん行こう。お、コンビニノート返ってきたので置いていきます。網走人今井さん。上平の中村の西中、中村の徒歩。<laughs> 頑張りました。ラベンダー畑駅。これはね、臨時駅。夏の間だけ出現する駅です。冬場はね、ホーム片付けられちゃうんですよ。 フラノ、車、ヌ部ベ、東川公園、ヌ部ベと巡ってきました。雨が激しくなってきました。それから、台湾の方なのかな漢字で書いてある人がいたり。鉄人タイラーさん。フラノラベンダーエクスプレス。これは、札幌から、滝川経由でフラノに、えー、函館温泉、根室本線を乗り換えなしで来ることのできる直通臨時の特急列車 虹色のノースレインボーエクスプレス、それから銀色の展望列車、クリスタルエクスプレスを使った、え、とても楽しい列車です。6月のに寒すぎです。いいカット撮るだけど、晴れていればな、フラのまた、フラノ線また来ようと思います。フラノ線は、やっぱり今、経営が厳しい JR 北海道さんの状況だとか、沿線の過疎化もあって、ね、えー、たん 自社単独での存続が困難な路線と言われています。今、少しでも多くの人がフラノ線に乗ってくれることが、えこのフラノ線を存続させる、ね、一歩につながります。私もこの後、えフラノ線乗りに行きます、ね。ぜひみんなでね、この素敵な沿線の風景をね、見に来てほしいと思います。乗りに来てほしいと思います。 横浜から来たよ。あとなんかあるかな。茜さんのこんな可愛い女の子、書いてあったり。計4日間の予定から5日間かけて同等の駅舎巡りをしました。東根室駅から清里町駅まで、全部で20駅くらい駅のとに足跡を残してきました。すごい、と、すごいとても楽しかったです。普段は北海道の中心で、どこの駅にいてもすぐに遊びに行けるので一緒に旅をしてきた。 俊ちゃんとはここでお別れです。さよなら。お疲れ様でした。茜さん。神奈川より本日北海道より、のろっこによって中富良野下車、タクシーでこちらへ千九十円。今日四日間、駅めぐりの旅、気づいたら今年はすに北海道より六回目。まだまだ行きたい駅いっぱい、十一時四十九分列車で立ちます。ボールペンを置いていきます。ゆきさん。えー、すごいですね。六回北海道に来てくれたんだ。 最後の書き込みが2019年6月、あ、7月だったね。じゃあね、ちょっと私も即席残していきます。 七夕の鹿内駅な、暑いけど青空でいい景色、久しぶりに来てよかった鉄道調査員、アットマーククルフォードということで。それではね、そろそろ時間となりました。え、これから私、またフラノ線の方のね、他の駅の撮影とかね、行ったり、え、フラノ線の列車持って、え、少しでもね、フラノ線応援していきたいと思っております。 それではね、ちょっと駆け足で、まあ一部しか紹介できなかったんですけれども、えー、JR 風呂線、鹿内駅、駅のと編、これにて終了とさせていただきます。ここまで見ていただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。鉄道調査員、黒フォードでした。